おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さて今回はですね、何をやっていくかといった話なんですが、水曜日ということでアップデート来ております。なんでね、そちらの解説の方をさせていただけたらなと思います。毎日こんな感じでサカツクの動画アップロードしております。もしよろしければチャンネル登録と高評価、ツイッターフォローしていただければ幸いです。ってことで早速やっていきましょう。おー、トマタフレンド申請がたくさん来ている、ありがとうございます。ちょっとね、返せなくて申し訳ない。さあ今週はですね、ゆっくりとリーグをね、のんびり周回する1週間になりそうです。まず1つ目はリーグランキングイベント、そしてもう1つ目が SWCC カップですね。こちらリーグランキングイベント、まあいつも通りのものでございます。まあね、本気でもちろん行っていただいて称号を取りに行っていただいてもいいですし、まあね、そこまでめんどくさいよっていう方はただただ普通に周回しているだけでもアイテムがガッポガッポ手に入る美味しいイベントとなっております。はい、いや、このイベントがね美味しいんですよ。特にですね、まあ、1位から100位っていうのは結構本気出さないと厳しいかなと思うんですけれども、1000位以内とかは、まあ、そんなに、まあ、5000位以内とかもね、めちゃくちゃ難しいってわけではないかなと思います。 FNS 能力アップ練習レベル4とか、あとはフィジカル能力アップ練習レベル4も手に入りますし、あとはですね、ちょっと、まあマスターリーグとかまで下げるとですね、レベル3のものも手に入ります。ここら辺が逆に私は欲しかったりしてね、より下に行くとですね、各ノルカップレベル3だとかレベル2だとか結構本当にね美味しいです。なんでぜひぜひね、いろんなリーグこの機会に周回していただけたらなと思います。そしてもう一つがね、こちら SWCC カップです。いつも通りのやつですね。おすすめはですね、おすすめのやり方はまあ相手ね、調子が普通なので、まあ、こっちは調子を上げろで調子を上げてから行くっていうのが、まあ、基本的なやり方じゃないかなと思います。ダイヤモンドまでは難しくてもですね、プラチナまで頑張ってクリアできればノールカップ秘密練習6個手に入りますし、逆にゴールドでもね4個手に入りますので、ご自分のね、まあ、強さに応じたところにはなるんですけれども、調子を上げてから挑むっていうことを意識してぜひぜひやっていただけたらなと思います。はい、結構ですね、無理かな無理かなって思ってても意外と勝てちゃったりするので、一回ね、例えばジャイ切りして全員絶好調になったらその勢いで押しちゃったりするので、まあね、金トロフィー銀トロフィー集められますので、金トロフィー銅トロフィーね、交換して金トロフィーに交換して、ぜひぜひね、いいアイテム手に入れていただけたらなと思います。ってことでリーグ周回する1週間ですね。あとはですね、こちら確定スカウトチケットのラインナップ更新です。ピックアップスカウトが今週来ましたので、そのね3選手ケディラ、ケーラー、ムサビが追加されたといったような形になっております。あとはこちらね、経験値増量キャンペーンということで、まあツアーイベントですでですね、フィーバータイムで結構経験値たまるので、まあなかなかね今レベル、バッテリー失礼しました、レベルね足りない方いないんじゃないかななんて思うんですけど、まだまだね強化終わってないよっていう方はこの期間めちゃくちゃレベル上がりますので、ぜひぜひ有効活用していただけたらなと思います。さあ、あとはね、このガチャ2つあるんですけど、ここまでね穏やかに話してきた私がちょっとね感情を出して話させていただくんですが、これねアカウント停止措置ということで、リアルマネートレードでね、おそらくなんですがアカウント停止措置が行われてしまった模様です。まあこれねちょっと難しいところではあるんですが、私はね別にこれリアルマネートレードがどうこうって話ではなくてね、私リアルマネートレードとか何にもね不正行為してないのに前赤バンされたっていうね、そのすっげえ悲しい過去がありまして、サカツクじゃないんですけど多分いるんじゃないかな他にもって思うんですけど、で運営に問い合わせてもなんかダメですみたいなね、なんかダメですっていうか、なんかお答えできませんみたいな。はい、でね、私それでツイッターやめてたんですよね。以前その実況とかもする前にツイッターでゲームのアカウント持ってたんですけど、そのアカウントで画像を上げてたんですよ。ボックスの画像とかガチャの画像とか、それでなんかね、それなんか悪用されてバンされたんじゃないのかとか思ってツイッターやめてたんですけど、ぜひぜひ皆さんも気をつけてください、私みたいにならないようにはい、ってことでですね、はい、今回は、こんな感じの1週間、あとはねガチャ2つで、こちら直前サマーアップデートフリースカウト、これが激アツですね。1日1回10連無料で、さらにチケット、クリアすることでもう10連分のチケットがもらえて最大で280連できます。まあ明日から ね20連目が手に入るっていう形で、今日は10連だけなんですが、これが美味しいです。
確率がね 5% ということでめちゃくちゃ高いっていうわけではないんですけれども、まあ、280連してね 5% なんで、まあ、10人ちょっとぐらいは手に入るのかなと。変な話、全員金コインに変えたら500金コインですし、まあ、銅選手銀選手手に入るので、インターナショナルカップ用の選手も手に入れられる絶好の機会ですし、この機会にですねぜひぜひ皆さん行きましょう。やっちゃってください。はい、やっちゃってください。もうはい、ということでですね、私もぜひこの機会にですね、私もアレクシス・サンチェスすごい欲しいので、サンチェス 3,4 人ぐらい引いてね、パパッとカウントできたらななんて思っております。さあさあさあ、それではですね、ちょっとガチャの方を見ていきましょうか。はい、こちらですね。提供割合、先ほども言った通り 5% です。内容は星5確定スカウトチケットの今回のピックアップの選手がいないような感じですね。いい選手も結構いてですね、特に私はサンチェスなんかがお気に入りです。ステータス的にもね、右の中央突破フィニッシャーということで、なかなか珍しいプレースタイルで、かつガラスの右足超回復っていう特徴も両方優秀っていうね、すげえこれ出しちゃっていいのっていうような選手です。他の選手とかと比べるとね、すごい強い。でテオ・ウォルコットもね、まあ、スパサブガラスの右足っていうことでいいですし、ただね、やっぱ環境的にはサンチェスドンピシャなんですよね今。はい、ベルハイスとかはどうだろうね、まあ、ここ難しいところではあるんですが、すげえ使いどころないね、なんで私今ベルハイスの名前呼んだんだってくらい。あともう一個ね、今回良かったのはこちらナインゴランね、また来てます。連携強肩デストロイタックルナインゴラン、クラッシャーということでですね、ぜひぜひこのナインゴランを、まあ、取りに行っていただけたらなと思います。まあ、初期ナインゴランほどね強くはないかなと、まあ、正直ちょっと思うところもあるんですが、結構それでもね、もう優秀なステータス持ってる方かなと思います、今回の選手の中ではね。はい、あとはですね、やっべナチョがいる、ちょっと触れんとこ、やべ何も見なかった俺。はい、あとはね、あのダビド・ルイスとかが組み立てセンターバックで意外と、プレッサー的に珍しいので、取っておくと、まあ、そのうち楽ができるかななんて思います。あとはね、安定の17、18シーズンから無限に出続けてるデヘアっていうことでね、はい、こんな感じのラインナップでございます。さあ早速いきましょう。私はここでアレクシス・サンチェスを引いて、ナチョガチャの雪辱を晴らすジーニョ・ファンフーステン。やっぱりね、こうやって星3星4選手もたくさん手に入るので、インターナショナルカップがね、なかなかクリアできない国があるよっていう方なんかはね、この機会にぜひぜひ手に入れた選手育てていただけたらなと思います。私もね、ポルトガルのセンターフォワードがいなくて今すごく苦戦しているので、できればね、星3星4くらいのポルトガル人センターフォワード来てくれればなーなんて思っております。さあ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 、どんどん引いていきましょう。いやー、マジで無料で10連できるって気持ちいい。まあ、あの私マンデースカウトがですね、あの星5が来ずにね、多分星4も多分ね10人ぐらいしか来てないっていうね、まあ、まあ星4はもうどうでもいいんですけど、正直もうなんか、あのマンデースカウト何やったんって感じだったんで、これは嬉しいですね。はい、ぜひぜひ星5パチコン引いていきたいところではありますが、 5% なんでね、まあ、ちょっと毎回毎回来るかなと言われれば結構こなさめな、確率ですよね。8ぐらいあったら期待できるんですけど、5はね意外と厳しいと思います。はい、まあ、ただ初期ガチャが 2% だったことを考えたらね、 5% で無料で毎日引けるってね、すごいもうありがたいことですよね。待って、星5来なくない？いやー、やばいね。こういうのってね、開幕が大事だと思うんですよ。もうピーターソン、スウェーデンはもうね、イブラがね、一人でね、インターナショナルカップね、叩き潰してくれたんですよね。やべ。これはね、スタートダッシュが切れないとね、こういうのは星5が来ないってね、相場が決まってるんですよね。はい、来なかったんで置いときましょう。私は何も見なかった。まだ引いてない。ということで、今回はね、こんな感じのピックアップスカウトも来てます。選手は3選手だね。サミー・ケディラ。超回復連携のダイナモですね。まあ、ドイツ人ということで、ドイツ染めにも入りますし、意外といい選手じゃないかなと思います。ちょっとね、ちょっとだけなんですけど、ナインゴランに似てるかなと。先ほどね、私が名前を呼んだナインゴランにちょっと似てるかなといったようなステータス構成ですね。ダイナモなんで、パスがしっかり AB 上がるんですが、タックルも AB 上がるし、マークパスカットも BB 上がるので、すごいバランスのいい選手なんですよね。はい、私は結構ケディラ好きなので欲しいです。そしてこちらね、ティロケーラーということで、強肩フィジカルスターピンポイントフィード、これ結構嬉しい特徴構成ですよね。レフトサイドバック強肩フィジカルスターで、バランスサイドバックなんですが、パスがね3000超えてて、タックルが3800、まあ4000弱
で、パスカットマークルも両方2000超えるということでですね、こちらもかなりステータスがいい選手なんじゃないかなと思います。さらにここに強肩でディフェンスバフがかかって、フィジカルスターでフィジカルバフがかかるので、めちゃくちゃね、私個人的には、優秀なんじゃないかなとティモケーラー思いますね。ティロケーラー。さあ、そして最後がね、シュコドラン・ムスタフィです。なんかムスタフィまたじゃねって思うんですけど、あれ前来てたよね、これね、気のせい。なんかもうね、ドイツ人のセンターバック分かんなくなってきた。はい、ただね、こちらフィジカルジェントマンクイックタックルということで、今回の枠の中ではちょっと一番厳しいところかなと。まあステータス構成は悪くないんですけれどもね、ちょっとまあまあ他の2人に比べたら若干見劣りしてしまうかなと、ってような3人になってます。まあぜひぜひね、彼らピックアップ選手なんで、引いていただけたらなというところで、今回はこんな感じです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の元にはね、直前サマースカウトでバンバン星が来ること祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。